日本を熱狂させたマンチェスターシティは韓国でも大人気だ。シティは先日、ジャパンツアーのため来日し、23日に横浜 F、マリノス、ボカラさん26日にバイエルン・ミュンヘン、ニーチとプレシーズンマッチに試合を戦った。バイエルンとの一戦では、欧州のビッグクラブ同士の対決を見ようと、65,049人のファンが国立競技場に訪れ、 J リーグ主催試合としては最多観客数となった。動画、すごい熱量、かなり熱狂的だ、など反響。シティの韓国到着にファンは大盛り上がりその後、シティの選手たちは30日のアトレティコマドリー戦に向けて韓国に移動。そこでも熱烈な歓迎を受けている。シティの公式ツイッターが公開したインチョン国際空港に到着した際の映像では、 到着ロビーは多くのファンで埋め尽くされており、大歓声が起こっている。この様子には、すごい熱量、韓国エグすぎ、シティファンこんなにいるとは、韓国でも人気だな、空港の人が大変そう、かなり熱狂的だ、日本よりはるかにすごい、日本より盛り上がってる、などの声が寄せられている。なお、シティが韓国を訪れるのは47年ぶりだという。